はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ただいまこちら高田のね馬場にございますデブちゃんさんにお邪魔しておりまして、こちらのお店はね、まあ以前も博多ラーメンのあの替え玉のチャレンジなんかでねお世話になったお店なんですけれども、そちらにねちょっとこれ後ろ見えるかな、これね SNS とかでも話題になっておりますラーメンのね自販機、ね、ラーメンストックってやつですね。ただいまねこれ販売しているメニューなんですけども、これね煮干しで有名なナギさんのラーメンに油そばと、ね、こちらねデブちゃんさんで販売している博多ラーメンや、これデブ味噌ラーメン8蘭というねこのメニュー構成となっておりますので、こちらがね設置されたということで、本日はねこのラーメンをねちょっとね食べていこうと思っております。もちろんね自販機なんで、自宅で買って自分で作るものなんですけれども、今回はねちょっと特別にお店さんの方でこの買ったラーメンを、作っていただけるということなので、こちらのね、ラーメンストックさんのラーメンを購入して、店内の方でね食べていこうと思っております。今回はね、まあ、デブちゃんさんのお店で提供しているメニューではなくて、このねナギさんのすごい煮干しラーメンと、それからねこの限定で販売しているこちらのね2種類を買って食べていこうと思います。思ってめっちゃ熱いですね。こんな感じなんですね。ガチになってるということで、ただいまね店内の方に入ってまいりました。買ったねパック、こちらでございますね。せっかくなんで、まあ、これちょっと開けてねどんなもんが入ってるかちょっと皆さんと確認してみましょう。まずよいしょ、デブちゃんさんの、パチランとで、ナギさんのすごい煮干しラーメンですね。よいしょ、おしっかりしてる。マジこんなチャーシュー冷凍で見たことないですけど、マジ、あ、一旦もめんも入ってる。お、すげえ。まずね、デブちゃんさんちのこれパチランなんですけど、まあ、麺まず一玉ねこれ入ってまして、で替え玉もついてますね。まあ、チャーシューもこうやって別でしっかり入ってるし、スープねしっかり入ってて、これはいわゆる秘伝のタレってやつだね。で、まあ、しっかりとね、まあ、こんな感じで作り方も書いておりまして、かなりね親切設計となっております。でこれねナギさんのなんですけど、ナギさんといえばのこの一旦木麺というかあのピロピロ麺ね、この幅広のこれもしっかり入っておりまして、でちょっとね驚いたのが、これ見えるかな皆さん、ほらこのチャーシューとかメンマとかこの辺りねトッピングもねしっかり入ってんですよね。まあ、僕もねちょっと撮影等でいろいろとね冷凍麺お願いしたりするんですけど、今まで多分頼んだ中で一番この具材だったりとかパッケージング、ちょっと一番テンション上がる仕様になってますね。これは確かに一回買ったら買いたくなるかも。早速ねお店さんにお願いして、このねラーメンを作っていただこうと思います。だいぶお金かかりますよね。そうですよね。はい、ということでね、ただいま1杯目到着しました。よいしょ、こちらがですねパチランということで、熱っ。以前ねこのデブちゃんさんで行っていたこのラーメン教室みたいなものの動画の際にね、すぐにできるパチラン、2時間でできるパチランっていうのをね作らせていただいたんですけれども、今回はもちろん商品なんでね、さらに本格的になっていることで、もうね匂いがねめちゃめちゃいいんですけど、腹減ったな。早速ね、食べていこうと思います。いただきます。あ、すごい、これいただきます。あ、ねえ、あ、めっちゃうまい。これ皆さんスープ見えますかね、これとろっとろな感じ。続いてねこちら麺もいっちゃいましょう。ほい、うわ、いただきます。うん、うまい。これ冷凍なのっていう感じ、言われなかったらわからないですね。うん、あ、
めちゃめちゃうまいぞこれ、うん、あ、そうだ忘れておりました、この秘伝のタレ早速ね、ちょっと使っていきましょう。こちら秘伝のタレですね。ほい、よし、あ、まさにそれだバイトカスト見た目がまさによよ、ああうまそう、ああいい香り、いただきます。うまいっす、うまいっす。博多でもないし長浜でもないんだけど、でも豚骨じゃないですか、ちゃんとその本家さんらしい珍しい癖というか、あれがもうしっかり再現されてて、かつなんか濃度も高いみたいな。これ家で食えるんだったら最高だと思いますけど。食べやすい。うん。せっかくなんで替え玉もお願いしますか。はい。コロナ禍になって冷凍のラーメンとかねすごくね流行りましたけど、やっぱりその最初のね発売当初に比べると、どこのお店もどのメニューもね、このレベルが確実に上がってますよね。うまいがねもう段違い。あ、すいません、ありがとうございます。バリカタで持ってきました。バリカタで、バリカタでいただきましたね、まあ、もう器のせいもあるんですけど、まあ、ただの店ですよこれよいしょ、うん、うまい、うん、いやこれマジでうまかったわ。そしたらこちらね、一杯目のパチラン完食でございます。ごちそうさまでした。ありがとう。あ、完全にあれだえ、完全にナギさんが来た。え、これ冷凍ですよね。しかも、あ、煮干し、匂いもすごい煮干しが、うーわ、これはファン大歓喜じゃないですかこれ。ということでね、ただいま2杯目、なぎさんのすごい煮干しラーメン到着したんですけど、ちょっと皆さん見てほしいこれ。あのさ、もうただのなぎさんなんだよねもうお店そのままですね、ほぼほぼ。香りもすっごい煮干し香るし、ちょっと食べちゃおうこれすいませんね、これいただきます。ちょっとスープからいただきますね。店だあ、うまこれちょっとね、見えますかねこれ、スープね、もう醤油の返しの色もしっかりしてますし、煮干しのこの香りもすごい。いやマジでもうね、完全にただのお店ですね僕テンション上がるとめっちゃいろいろこう褒める言葉を出したくなるんですけど、いつも言われるのが案件集がするって言われるんです。全然案件じゃないんだけどテンション上がっちゃうんですよねこう麺いこうかな。うわー、これ皆さん、これ麺もね、この染まり具合ですよ、返しの。うまそう、ちょっといただきますねこれあれだ完全にすごい皆さんこの一旦麺見てください。冷凍してるのに全くちぎれてないし、そのままって感じ。いただきますね。うん、うまっ。
マジで忖度なしでほぼお店、全く一緒とは言わない、さすがにきっとねお店さんの方が美味しいとかいろいろね意見があると思うので、完全に一緒とは言わないですけど、すっごいほぼ一緒またこのさ煮干しのちょっとしたえぐみがね残ってるんですけど、そこにねこの醤油の感じとほんのりね甘みもあるんですよ。そのねバランスがねとんでもなくいい。やっぱ僕も昔からなぎさんのラーメンってその飲んだ後で締めたいラーメンナンバーワンなんですね。酔っ払っててもちゃんと感じるこの煮干し感とか、このほんのり甘い感じとか。でも重くないですね。その重みはないんですよね。いやもうこの冷凍本気ですよね。まあ、今のご時世だとお店で飲みながらっていうのも結構難しかったりするんで、これ冷凍自宅で買ってビール片手にこれ食ったら最高ですよね。あとキャンプにすごい合う。キャンプ、キャンプに、あやばい冷凍じゃないですか、はい、移動中に程よく溶けてキャンプ場で温めるのも簡単なんですよ。あこれキャンプいいですね。あこれキャンプいいうん、僕もいろんなお店にこのまあ冷凍通販の販売に際してのお話聞くんですけど、ただただそのまんまのスープをやっぱ冷凍するだけだとどうしても劣化しちゃうみたいで、本当に冷凍は冷凍なりの新しい工夫を皆さんされているらしいので、本当にね自販機で買ったものじゃないです、うまみがやっぱぜひね皆さんおすすめしたい。ただ、まあ、僕なんで2杯じゃ足らないかなと今日ねせっかくお店来たので自販機のね紹介だったんですけど、もう普通のねこのレギュラーメニューもちょっと食べても大丈夫ですか。久々ですね、もう何年ぶりか分かんないぐらいせっかくなんで特製博多ラーメンいいですか。了解です。はいおーすごい、これ発酵熟成具合たまんないですね今日これ。ということでね、ただいま、デブジャンさんの特製のねラーメンいただいたんですけど、めちゃめちゃうまそうです皆さんに見えるかなこの感じ、熟成発酵が進んでてもう泡すごいです、これ絶対うまい早速ねいただきますと、あうまいですねまたさっきのがっつり醤油食べてからだとこの薄口醤油がまた新鮮さが出ていいですね。見えるかなこのスープ、よいしょ。うわ僕もそんなに関東でさすがに博多ラーメンとか豚骨ってあんま食べないですけど、このレベルの豚骨出すお店って他にあります？正直都内でこれ食べようと思ったら他あんまないですよね。いただきます。ごめんなさい今日自販機の風邪で来たのにすみません1番っすうまい、実際にねお店で食べるものと冷凍にするとやっぱ若干違いは出てくるので同じものとは言えないんですけど、本当にこのデブジャンさんでお店でこの生のラーメンを食べてお土産でねこの自販機で買って帰ったらこれ最高じゃないですか。そうですね、家でもこれが食えてなんで家の近くないんですかね本当にゆでがうまい
止まらないんですけど。ちょっとね、今日はチャレンジとかではないので、まあ、普段の食べ方通り、僕はあんまり替え玉しないタイプなので、この博多ラーメンってもちろん替え玉をね、まあ、追加して楽しむ方法もあるんですけど、僕はね、あの麺を追加しないでスープをちょっと薄めずにというか、どうしても麺で薄まってしまうので、返しっていうか卓上のタレ追加してもいいんですけど、このスープ自体の厚みは薄くなるだけなんで、あの最後下の方で詰まったこのスープを、ちょっとしょっぱくなって詰まったスープを飲んでるのが一番好きなんですよね。九州の方行くと、あとこれとビールでこうやっていける。ちなみになんですけど、はい、あのデブちゃんさんのお店でなんか新ブランドできてませんでした？あ、スケさんラーメン、はい、あれは今日できるもんですか？いけます。よっしゃ、じゃあその特製でお願いしていいですか？はい、すみません。めちゃくちゃうまかったな。すみません、ごちそうさまでした。あれです、あー、こういうケースね。うわー、ということでね、ただいまね、4杯目でございますが、特製の中華そばでございますね。こちらいただきました。こんな感じでございまして、これね、みんな好きなやつですよね、見た目は。なんでこういう系ってこのメンマの香りって合うんでしょうね、こんなに。間違いですよね。いいですよね。早速、いただきます。正直あの、見た目的にもっと、なんですか、昔ながらの中華そばみたいにゴリゴリしてるのかと思ったら、どっちかっていうともうお出汁に近いですね。お蕎麦屋さんというか、お出汁の取り方というか出方はやっぱりその和食って感じですね。うん、あ、また麺もいいですね。しっかり入れてます。いやー、これ、うわー、この麺もまた通常の細麺と違っていいですね。ツイッターで出るよっていうのを言われてからずっと食いたくて、これ。いただきます。優しい。今こういう系統を食べられるお店ないですもんね。わら燻製の鶏茶ですね、これ。わら燻製鶏茶なんか聞いたことないですよ。いただきます。あ、すごい香りがいる。ちょっと後でひっそり温度帯と時間とかいろいろ教えてください。え、僕この食感理想ですね、鶏茶でも。そうですね、生すぎず火が入る、うん、なんですかね、レアチャーとハムとかの間みたいな。家で作りたいな。すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。よし、ということでね、本日は、まあ、デブちゃんさん家のお店の目の前にある、まあ、自動販売機をメインとした動画だったんですけど、中盤からはですね、完全にお店の美味しいメニューをいただいて楽しんだ動画でございました。もちろんね、あの店頭にある自販機なので、お店を利用しなくてもラーメン買うだけでももちろん利用できますし、お店でね、ラーメンを食べて美味しかったら同じ味をね、家で味わうために冷凍をね、お土産で買ってもいいとは思います。いや本当にね、冷凍じゃない、まあ冷凍なんだけど冷凍ではないクオリティの美味しいメニューばっかりでございました。いや、改めてごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。